宅建合格パートナーのレトスの小野です。弊社レトスは宅建試験に合格していただくために効率的な勉強の仕方をお伝えしております。効率的な勉強の仕方とは理解学習です。無料の過去問解説、分野別解説を通じて理解学習とはどういったものかをお伝えしてますので、チャンネル登録をしていただき、これ以外の動画もぜひご覧いただければと思います。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、差外行為取消権、差外行為取消し請求について解説いたします。まあ、今回具体例を頭に入れながら、要件だったりとか、また差外行為取消権の行使の方法、行使の範囲、また直接給付できるのかどうか、まあ、こういったところを頭に入れていただければと思います。まあ、全て重要なので、まあ、全てですね、頭に入れていただきたいと思います。で、まず具体例を、解説していきます。A さんが B さんにお金を貸しました。お金を貸すことによって A さんは貸金債権を持ちます。そして B さんは期日になってもお金を返済しないということで、 A さんは B さんの唯一の財産である土地があったので、まあ、これを強制執行しようと、つまり差し押さえをして競売にかけて、そこから代金を回収するという方法を取ればいいんですけれども、その前に B さんがこの土地をC さんに贈与をしてしまった、このような場合を考えます。で、この贈与について、もし債務者が債権者を害することを知りながらこれを行っていたというのであれば、これ悪いことをしているって話ですよね。借りたお金を返さずに自分の財産違う人に贈与しているって、まあ、B さん A さんにとって、まあ、悪いことをしているって話なんですよ。で、今回この贈与っていうのが差外行為に当たるんですね。差外行為っていうのは、債務者が債権者を害することを知りながら財産を減らす行為、これが差外行為です。で、こういった差外行為を行った場合、債権者っていうのはこの差外行為を取り消しできるというルールがあるんですね。それが差外行為取消権です。で、 A さんが持っている貸金債権、これを非保全債権と呼びますので、まあ、これちょっと頭に入れておきましょう、この言葉ですね。まあ、保全される債権っていう意味ですね。保全される債権。まあ、これを守るために、差外行為取消請求を行うんだと。この差外行為を取り消す。つまり、贈与契約を取り消しできるんだという話です。これ取り消ししなかったら、もう B さん、全く、視力がない、お金がない、不動産も何もないということになって、これ守れないですよね。これ回収することができなくなっちゃうので、これを守るために、差外行為取消権を行使するんだと、まあ、いったイメージです。で、この差外行為取消権、差外行為取消請求ができる要件、ここには5つ書きました。これら全てを満たすとき初めて A さんはこの差外行為を取消しすることができます。まず1つ目が、この非保全債権の発生原因が差外行為前であるということです。今回の話で言うと、発生原因というのはこの貸金債権の発生原因ですね。この貸金債権の発生原因というのは、 A さんが B さんにお金を貸した時です。お金を貸して、で、その後期限が到来すると、で、ここで初めて貸金債権って発生するんですけども、このお金を貸した時期っていうのが原因が発生した時なので、このお金を貸した時が差外行為、この贈与契約の前であるということが、まず一つ目の要件です。言い換えると、この貸金債権の発生が遅くてもいいんですよ。お金を貸しているのが先であれば、B の返済期限が贈与の後であったとしても、一番は満たしますんで、この点は注意しましょう。あくまでも発生原因なんで、非保全債権が発生する原因となった時が、差外行為が行われる前であれば、一番の要件は満たしますよと。いうことですね。で、2番目は、債務者 B さんが無視力であるということですね。まあ、つまり、まあ、唯一のこの不動産、これ以外お金も不動産もなかったよと、まあ、いった状況です。で、3番目が、差外行為は財産権が目的であったということが要件になります。ちょっとこれ分かりづらいんですけども、財産権が目的でない場合を考えた方がちょっと分かりやすいです。例えば身分行為、この場合は3番満たしません。例えば相続放棄をしたと。B さんの親が亡くなって、B さんの親が土地を持っていた。で、B さんが相続放棄をしたと。こういった場合、この相続放棄っていうのは差外行為には当たりませんよっていうことです。
また離婚に伴う財産分与、例えば B さんが旦那さんで奥さんがいて離婚したと、で奥さんに財産を、まあ、一部財産分与しなきゃいけない、まあ、そういった財産分与ですね。これについても基本的には差害行為には当たりません。まあ、細かいことを言うと、不当にたくさん財産分与したというのであれば、これは差害行為に当たるんですけども、まあ、原則離婚に伴う財産分与、妥当な金額であれば、それは差害行為には当たりませんと、まあ、いうことですね。じゃあ売買の場合はどうなのかと、 B さんが売却したといった場合です。売却した場合、その売却した行為というのが財産を隠蔽する、そういった目的があってやったというのであれば、相当な金額で売却をしたといった場合も、これ差害行為に当たります。まあ、つまり債権者を害することを知りながら売却したというのであれば、それは差害行為に当たりますんで、妥当な金額で売却した、相当な金額で売却したとしても、それは差害行為に当たります。でこれはですね、お金にこれ変わるわけですよ。売却することによってお金に変わる。でお金っていうのはすぐ使えちゃうんですよね。なので差害行為に当たるんだというふうにしています。で4つ目、差害意思があるんですね。まあ、差害意思があるっていうのはここですね。債務者が債権者を害することを知りながら財産を減らす行為を行った、これがまあ差害意思があるということです。まあ、A さんに不利益が生じることを分かっていて、これを行った、差害行為を行った。まあ、こういった場合が差害意思があるということですね。で、5つ目。受益者 C が差害行為について悪意だった場合、これ知っていたと。まあ、これら1から5を満たす場合、A さんは差害行為取消権、差害行為取消請求を行うことができるんだということですね。まあ、つまり、この贈与契約を取り消すことができると。まあ、いう内容です。でじゃあこの差害行為取消請求っていうのはどうやって行うんですか、差害行為取消権はどのように行使するんですかというと、これは裁判上で行使しなければいけません。つまり裁判を起こさないといけませんって話です。裁判外では差害行為取消権を行使することできませんので、この点注意しましょう。で行使の範囲ですね、これどういうことかっていうと、差害行為の目的物、まあ、今回はこの土地じゃないですか。土地なのでこれは下に当たるんですけども、不可分だった場合、不動産ですよね、これ分けることができないわけですよ。この土地を贈与しているってことは、この土地分けることって、まあ、基本的にはできないですよね。まあ、そういった場合っていうのは非保全債権、これを超えていたとしても、この贈与契約全部を取り消しすることができるんだっていう話です。例えば A さんが B さんに対して500万円を貸していたと。でこの不動産、まあ、財産価値として、まあ、1000万円ぐらいあったというのであれば、非保全債権である500万円をこれ超えてるじゃないですか。こっち500万、こっち1000万円ですよね。まあ、こういった場合であったとしても、差害行為の目的物が不可分なので、これは贈与契約取り消しできますよと。全部について取り消しができるよっていう話です。もし B さんが現金持っていて、例えば1000万円を贈与したといった場合です。この場合、差害行為の目的物っていうのは金銭ですよね。お金です。この場合っていうのは非保全債権まで取り消しができるよ。つまり500万円貸して B さんは C さんに1000万円贈与と、1000万円のうち500万円っていうのはこれ分けることができるわけなので、500万円分についてのみ取り消し請求できるよと、まあ、いう話です。で続いて直接給付についてです。 A さんが C さんから直接給付してもらうことができるかという話です。もし金銭の支払いの場合、つまりこの差害行為が金銭のやり取りだった、 B さんが C さんにお金を贈与したというのであれば、この場合は A さんは C さんに対して直接金銭を取り戻すことができる、金銭を支払わせることができるんですね。 C から直接 A に対してこの差害行為を取り消して、金銭の贈与契約を取り消して直接支払わせることができますよ。動産についても直接引き渡しをさせることができますよっていうのが上2つですね。まあ、差害行為の目的物が現金だったり動産だった場合っていうのは、取り消しをしてこっちに戻させるっていう方法もあるんですけども、そうじゃなくて直接 A さんにもう渡すと、引き渡すという方法もできますよっていう話です。で一方で不動産、不動産の場合っていうのは、例えば贈与契約をしますよね。でこれ移転登記しましたといった場合、C さんから A さんに直接移転登記をさせると
これできるかっていうと、これはできないんですね。この点注意してください。できることで言うと、取り消しをして C さんから B さんにこれを戻すと、登記を戻す、これしかできませんので、この点注意していただければと思います。そして今回の内容すべて重要なんで、ぜひですね、具体例入れながら頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。